G3 新潟大商店イコール2024年5月5日日曜4年上新潟競馬場芝外2000メートル5日の新潟メイン G3 新潟大商店芝外2000メートルは斎藤騎場で7番人気の福平やマニンサルバムオスゴ・中村が逃げ切りがち直線で猛追したキングズパレスを花さ抑えて重賞2勝目を挙げた 勝ち時計は2分00秒1、両、前半ハ波論通過61秒6は、前日の3歳未勝利とコンマ5秒しか違わないゆるペース。これを見逃さず、大外枠から果敢に花を主張した山人サルバムと斉藤のコンビが見事に勝利をもぎ取った。斉藤は、サルバムの力を出し切ってうまくエスコートができれば勝てると自信を持って乗りました。大外でを見ながらで、 ペースも遅く番手に控えると、髪を噛むような流れだったので花を選択しました、と瞬時の判断で花を切ったと説明。それも新コンビを組んだパートナーに力があるからこそだと振り返り、追い出しての反応もよく馬を信じて追うだけでした。花でなくても競馬ができるし、自在性があるのでこの先もまだまだ活躍できると今後のさらなる飛躍の可能性を示唆した。 当レースは不良馬場の昨年こそ7着だったが、2走前の G3 中日新聞杯、中京に続いて重賞2勝目。安上の好プレイヤー目下の充実と同時に、全7勝を左回りで上げるサウスポーぶりも光った一戦だった。